今日は柔らかプレーマットだよ。こんな感じでパン工場の中でアンパンマンたちと遊べるおもちゃなんだよ。どんな感じで入ってるのか開けていってみようね。よいしょ。すごいすごい。こんな感じでマットがいろいろと入ってるね。これはこのセットとはまた違う布のおもちゃが一緒に入ってたね。こんな感じでいないいないばーって言ってアンパンマンとお遊びできるおもちゃだね。これは何だろう。これティッシュペーパーだね。メロンパンナちゃんとメーケンチーズもいるよ。そしてこっちの方は何だろう。これこんな感じで分けて切ってしまうこともできるみたいだよ。これは新聞になってるのかな。今日のレシピとかデコバギーデコバギーっていう風に書いてあるね。そしてこっちの方ではファニーフェイス、すごいみんな面白い顔をしているね。こんなおもちゃもあるんだね。そしてこのこっちの方ではジャムおじさん、そしてアンパンマン、それからカレーパンマンに食パンマンもいるんだよ。それからここがかまどだね。かまどになっていて、ここのところにこうやってアンパンマンをの顔を入れて焼き上げることができるんだね。そしてかまどの上にはこんな時計があって、時計をこうやって動かして、そして遊ぶこともできるんだね。よいしょ。そしてこっちの方に移ってくるとアンパンマン号がいるよ。そして開けると窓になっていて、ここにドキンちゃん、メロンパンナちゃんに、それからバイキンマン、そしてこんないろいろな形をしたものがあるんだよね。そしてここにそれぞれもう一度戻していってみようかな。バイキンマン、バイキンマンは黄色、黄色はどこかな、ここだね。そしてメロンパンナちゃんは赤だよ。赤はどっちかな、こっちだね。そして丸、丸はどれかな、赤い丸、これだね。それからドキンちゃん、ドキンちゃんは緑だよ。緑はここだよ。そして四角い緑はどこかな、そう、ここだね。そしてこの三角の黄色は最後ここに戻して、これで完成だよ。さっき2つのアンパンマンの顔を焼いたから、あと2つ足すとどうなるかな。まず今は 1,2,3,4,5,6,7,8 8個のアンパンマンの顔があって、チーン、今2つ焼き上がったよ。一つ足すと9になって、もう一つ足すと10になったよ。これで10個のアンパンマンの顔が完成。アンパンマンの柔らかプレイマット楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。